で食べてるのはシード。ボレーコも揚げてます？おかめのごちそうフードなんで、多分いろんなの入ってる。いろんなの入ってる。うん、はい。まあ、食べ物はそれだけ。ペレットとかパウダーはない。食べないです。はい、今まで大きな病気したことは、一回卵詰まりで腸が出ちゃって、それを押し込んでもらったヘルニア、はい、みたいになっちゃってるんです。脱腸ですよね。脱腸してました。それが一回できました。いつ頃の話ですか？大体でいいですか？この10年以内なんですけど。10年以内。多分6、7年前にはやってるはずです。前の新年14だから2017年ぐらいでしょ、まあ、大体ね、2017年ぐらいね。でもそれじゃあよく立ち直ったんですね。はい、そんな元気なんで、ね、ずっと毛並みもずっと薄くて、でも他の子より全然薄いし弱っちい感じなので、うんうん、ずっと元気で頭の影で、あとおかみがモニはいるんですね。はい、モニはいます、はい、と元気な若い。わかりました。で今回はさえずりが小さくなってる、ちっちゃい、はい、でも食べる方は食べてまあまあ元気、でもうんちがちょっと水っぽいかな。お水もよく飲むんじゃないですか？飲んでました。今日見た時は飲んでました。はい、わかりました。まあ年齢いくとね、慢性腎臓病とかになって子がいるからさ、そうすると飲む量が増えますわね。おしっこもたくさん出ます。ちょっと連れてきますね一回。